犯罪に遭いました、昨日とかに警察に連絡して来てもらって、動画で見てる人の可能性もあるので、まあ、一応警告をしておこうかなということで、まあ、まずここですよね。マジ何ここが外されて、まあ、外されてというか、まあ、衝撃で外れたんだろう、うん、だろうね。いや結構広いっていうのと、ここの線傷すごいよな。この車全く傷なかったのに、うん、こことかにもあるし、ここだね、うん、ここもなんか擦れ、うん、で縦の線もなんかいろいろ入ってるっていう、うんうん、このバンパーをもう取れちゃってんだよね、ここ本当だ、ベコベコ、うん、ここだね、そこ、これこんなになっちゃった。いや、まずもう部品が1個ないもんね。そうね、うん、こういうのがあるんですけど、ここもないんですよ。まあ元々はこんな感じのベルファイアって車ですね。まあ、だいぶいい車だよね。いいよ、こんな、こんな普通にすげえよ。ここ見ればわかるんですけど、ここにドライブレコーダー全部ついてます。はい、はい、ということで、まあさっき動画見せたと思うんですけれども、犯罪ですね、シンプルに犯罪に遭いました。どういうぶつかり方したのかわかんないですけど、ぶつけたのか金属系のものでガツガツやったのかわかんないですけど、バンパーって言うんですか、あそこ、うん、バンパーだね。フロントバンパーらへんがまあ故障してて、顔の部分が外れて線もいくつか入っているという状態です。まあ、タイトルを見て分かる通り、車がまあ犯罪というか、まあ当て逃げされて困っていますというか、まあ言い方変えちゃう、いたずらだよね、もうあれは 100% 俺らがぶつけちゃったとかそういうのじゃないからね。うん、それに関してはドライブレコーダーで全部確認してんだよ、警察と。まあ、動画で言ってなかったんですけど、まあ、出張ホラーナイトとかイベントとか結構多くて、人数乗れる車欲しいなってことで、まあ一応会社の車としてベルファイアっていう結構高級なバンっていうんですか、ファミリーカーやね。そうそうそう、まあ、8人乗れる、まあ、でかい高級なやつ買ったんですけれども、気づいたらいつの間にかああいういたずらをされてまして、動画を見ている人なのか正直わからないんですけれども、動画で見てる人の可能性もあるので、まあ、一応警告をしておこうかなということで、まあ、僕も嫌な気持ちはしてますけど、まあ、それよりはやっぱ辰木とか大輝がよくあの車を運転したので、イライラはしている状況です、うんうん、あれはやばいよ。いや、まあ俺も大輝を疑うし、大輝も俺を疑うし、結局まあ警察に来てもらって、それが一番なんで発覚したかっていうと、俺ら家にいてあそこの傷に気づいてて、で2回目行ったらまた傷が増えてたんよね、うんうん、で車運転してないの待ったけど大輝と俺、それでああ俺らの手じゃないなっていうのに気づいて警察呼んで、てかね、ずるい、せこい、うんうん、申し訳ないよ。普通に昨日とかに警察に連絡して来てもらって、まあいろいろ証拠とか状況を見てもらいまして、あの車前も後ろもドライブレコーダーっていうのをつけてありまして、うん、警察と僕ら側では犯人の映像っていうのはもう分かってます。この証拠っていうので、僕らまだ被害届は出してないんですけれども、この動画が出て3日以内に Twitter なり概要欄のメールアドレスなりに自首みたいのがあれば、まあ被害届はまあ出さない方向で考えているんですけれども、まあ3日経って出ない場合、もしくはまあ次またいたずらされた場合、すぐに被害届を提出することにしました。見てる方がやっている場合は連絡をしてきてほしいと思います。まあ正直わざわざ罰す必要はないんだけどね、俺ら、うん、本当はすぐには出していいんだけど、幼い人とか学生とかだったらまあ過ちはあるかなっていう感じで、うん、スレスレのラインまで行って、まあ、更生してくれるのであれば許そうかなというふうに考えているんですけれども、まあ、動画は、まあ、自分たちが楽しんで見てる人にも楽しんでもらうみたいな感じで楽しそうにやっている感じはしますけれども、僕らまあ事務所とかに入ってないんですけども、まあ、いろんな芸能事務所とかエンタメ系の事務所と、業務提携してまして、全然マネージャーとかも結構いる形で、まあ、いろいろ周りに大人がいる状況でして、言ってしまえば税理士とかもそうですけれども、まあ、顧問弁護士もいますので、悪ふざけのつもりでやっていてもガチガチの大人が出てきますっていうのは動画で今のうちに、まあ、こういう機会なので言っておこうかなと。まあ、YouTuber よくいたずらされているとことありますよ、ね、うん、そうね、みんな多分事務所の入ってる方もそうですし、まあ、ある程度有名な方は全部弁護士とか絶対ついてますので、僕たちみたいに無所属ならもう顧問弁護士とか、ね、担当がいますので、おふざけのつもりでももう一線を越えたら犯罪として逮捕されてしまうので、僕たちのような職業に就く人は多分1割いるかいないかだと思うので、9割方は前科がついた時点で働けないっていう場所が多分ね、多いと思いますので、うんうんうん、軽い気持ちでそういうことをするのはマジでやめた方がいいと思います。
犯人にありますか？犯人ね、まあ多分バレないだろうとか、なんかのいたずらノリでやっちゃったって、まあ若い子だったらあるだろうし、まあ大人になっても分かんない人はずっと分かんないだろうし、これを機にこれを見てる人は反社会的なことをしたらもうまずいんだよっていうのは気づいてほしいですね。そんなもうあんま社会甘くないよっていうのは気づいた方がいいんじゃないかなって思うけど、一番はやっぱそのメンバーを疑わざるを得ない状況になったっていうのが一番腹立たしいっていうか、うん、運転している人がどっから当てたんじゃないかって考えるのがまあ普通ですので、だから月か大気なのかなみたいな風になったのもムカつくし、でたつきたちもそういう風に思われてるのも嫌だろうし、お互いを疑いながらね、自分だって気づいてないしね、まあということで3日以内に、見ている方だったら連絡してくださいということで、本当にお願いします。お願いしますっていうか自分のためだけどね、お願いしますもう分かってるからね、一犯人がまあいつも見てくれてる、もう一人にこの警告をして、うん、まああとはね、そう、うん、やるかもしれない人がやっちゃいけないよっていう、うん、まあ注意喚起の動画であるんですけども、シンプルにね、何もそんなことするわけない、うん、ただただ応援してくれてるファンの人はもうね、60万人以上いるわけですから、そういう方は本当いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。ただちょっとこういうね、なんか真面目な雰囲気の動画を出さなきゃいけなくなってしまいましたので、それは残念なんですけれども、これからも引き続き頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてね、周りに犯罪を犯している方がいたらちゃんと止めてあげてください。はい、はい、何もいいことはないです。まあこんな状況で言いたくないんですけれども、告知が、おお告知2つほどあるんで、まあ暗い話ばっかしてもね、そうだね、それだけ俺のポリシーに反する、あんま暗いだけで終わりたくないから、まず1つ目は12月25日のクリスマスイベントですね。はい、DJ しながらみんなで騒いで写真も撮って、今回プレゼントがあります、サンタさんになりますので、僕たち毎回来てくれてる方もいますし、登録者もぐんぐん伸びている中、やっぱ来るか来ないか迷ってる人たくさんいると思うんですよ。そんな人はもうぜひ一度僕たちに会いに来てください。クリスマスわざわざ僕たちにね気合入りすぎてクリスマス当日にやってるぐらいなんですよ。こういうね、なんか彼女できたほやほやの人もクリスマスイベントするわけですよ。いやもう彼女よりも俺はクリスマスはみんなと過ごしたよ俺は。僕たち本当に皆さん楽しい時間を過ごしたいので、下の概要欄 URL からDJ イベント応募してください。お願いします。2つ目、これね、メンバーにも話してない、何人か話してないんです。2つ目なんだろうって思ってるよ今。1月19日ですね。来年僕が単独でトークショーすることになりました。トークショー、まあなんでかっていうとですね、まあいろんなイベントやってきたじゃないですか、始球式したり、そうね、 DJ イベントしたり、歌歌ったり、バーでイベントしたり、いろいろイベントやってきたんですけれども、性格上僕動画で自分を出すことあんまないので、プライベートの俺と動画の違う、違うかもね。なんでかって考えたらやっぱ多分発信できてないんですよ。ツイートとかも俺あんましないし、インスタはなんかその服装上げてるだけで、そうだね、なんか深い話してないし発信してない自分のことを、ふと思ったんですよ2、3ヶ月前に。あれなんかリーダーが一番謎のグループってあんまよくねえなみたいな。ちゃんと、まあ、自分の生い立ちから今までどういう人生歩んできたかっていうのを含めて、一人ずつと夢の話をしたいなと、なるほど、思いまして、僕のトークショーの夢会っていう名前になってるんですけど、ね、おだから本当に夢ある人に来てほしいですね。すっげえ綺麗な場所なんですよ。へえガチガチのトークショーっぽいところです。夢あるね。場所も夢あるわ。食事付きの、あの、ほんとちゃんとしてる、トークショーや、ディナーショーや、完璧や、そう、まあ、ディナーショーだね、DS です、DS、ディナーショーでトークをするみたいな感じですね。あー、なるほど。まあ、確かにディナーショーは近いわ。ご飯ついてても超高級なところでやらせてもらうんですけど、80人限定です。結構少ないです。普段はまあ2、300とか、多い時は500、600とかの箱でやってるんで、今回はもうめちゃくちゃ少なく、ちゃんと思いを伝えようと。なるほど。
濃厚なね、はい、密度濃いね。だから ST にめちゃくちゃ興味がある人でもいいですし、そこのリーダーどんなやつなのかっていう、見に来てほしいですし、まあ、シンプルに僕に興味がある人は、まあ、来てほしいですし、まあ、イベントでもあれなんですよ、そういう話結構いただくんですよ、男性のリスナーから。なんかもっとちゃんと話したいとか、整備の会社に入れてくれみたいな。あとはまあここまである程度自分のやりたいことを叶えてきてるので、まあ、そういう夢ある人の相談を聞いて、なんかちゃんとアドバイスしてあげたいなっていう感じですね。おお、薄いね。もうでもなんか自分のとりあえずここまでの経験とかステータス的なところはもう全部教えられるとか教えたいなっていう回になってます、ね。また新しいね。新しいね、本当に。贅沢。で、まあメンバーは多分来ないんですけれども、BC メンバーは結構何人か来ることになっております。SBC 好きな方は皆さんそちらもお楽しみということで、こちらも下の概要欄から予約開始しておりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。僕は本当にね、真剣に語りますので、今回ふざけなしです。熱いだろうな、そう、もうあっけ熱そう、熱いよ。基本的に俺一人だったらふざけないから。あー、はい、そうね。まあ、メンバーといってもメンバーがふざけてる、もう、まあ、俺がちょっと、真面目にやってるみたいな感じなんで軌道修正。はい、熱い夢を語る会にしたいと思います。おー、告知2つと悲しいお知らせでした。はい、これからも変わらず僕たちは、出張バナナイト等でいろいろ動画頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイ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 。